来ているという、そういう曲をやりたいと思います。この曲は僕がツイッターで、僕は、ラブソングたくさん書くけれども、ヘイヘイかわいい子猫ちゃんベイビーみたいな曲はちょっと書けないななんてつぶやいたんですが、つぶやいた途端に、いや、もしかすると書けるかもしれないと思って作ってみたのがこの曲です。かわいい子猫ちゃん、君に夢中さ、ああ、かわいい子猫ちゃん、爪を立てないで、僕がその気の時は、君は上の空、君が乗り気の時は、僕は疲れてる。かわいい子猫ちゃん、君に夢中さ、かわいい子猫ちゃん、爪を立てないで、君に言いたいことがある、君に言いたいことがある、君に言いたいことがある、何、君に言いたいことがある、だけど僕の言うことが君にはわからない、まるで通じない、君は猫だから、かわいい子猫ちゃん、君に夢中さ、かわいい子猫ちゃん、爪を立てないで、君に言いたいことがある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 、ねえ、にゃん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 、猫語ならわかるだろ、にゃん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 、私も、今年で49になります。その49のおっさん、50前のおっさんはこうやってですね、人前でニャンニャンなどというのはですね、皆さんが思っている以上にこっぱずかしいものがございます。こっぱずかしいものがございます。しかしながら皆さん、ここから大事ですよ。しかしながら大事なことなんです。2回言いました。しかしながら3回目です。さて、皆さんが一緒にニャンニャンしていただけるのであれば、もう2回3回ニャンニャンする勇気と希望が湧いてこようというものです。はい、にゃん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 、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。にゃんにゃんしていただいた方、ありがとうございます。しかしながら、こういうふうにみんなで心を一つにしてニャンニャンしているときにもですね、最低1人や2人、俺は関係ない、私は関係ない、俺は犬派だとかね、まあ、わかりますよ、今日はワンニャンですから、犬派の方も当然いらっしゃるでございましょう、それから恥ずかしいという方、ね、恥ずかしいのはよくわかりますよ、なぜなら一番恥ずかしいのは僕だからです。しかしながら、そこは一つ、そこを曲げてですね、今日はニャンニャン、ニャンニャン限定で、ニャンニャンの世界に飛び込んできてください。はい、にゃん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 
Yeah.